おい、ミカさん、アルミ。エレン、しばらくぶりに会った気がするぞ。エレン、何かひどいことはされてない？体を隅々まで調べ尽くされたとか、精神的苦痛を受けたとか。ねえよ、そんなことは。あのチビは調子に乗りすぎた。いつか私が叱るべき報いを。まさか、リヴァイ兵長のこと言ってんのか？これじゃあ俺らのせいで、奴らに餌をやって太らせてるようなもんだ。何すんだ、クソガキ！おい、なんだよ、ミカさん！戻ってこい、ほら！アビロン！自分の命をかけるんだ。俺らの勝手だろ。絶対ダメ。ダメ。こっちにも家が、母さんが。ミカさん！ミカさん！食べて、ちゃんと生き残るの。エレンを飢え死になんかさせない。私も行こう。ミカサ、お前はいいんだぞ。生き延びることが大事って言ってたろ。そう、だからあなたを死なせないために行く。このクズ野郎が！うるせえ、これが現実だ。エレン、やめなよ。やめなさい。私も調査兵団にする。おい、お前は首席だろ。憲兵団にしろよ。あなたが憲兵団に行くのなら、私も憲兵団に行こう。あなたが駐屯兵団に行くのなら、私もそうしよう。エレンは私と一緒にいないと、早死にするから。頼んでねえだろ、そんなこと。悪かった。私は冷静じゃなかった。一つだけ、頼みがある。どうか死なないで。俺はそれを信じるよ。エレン、やはり私も。ついてくるなんて言うなよ。お前はおとり部隊に配属されたんだろ。でもエレンを一人にはできない。一人になったらまた。いい加減にしろ。エレン、体は大丈夫？ああ。エレン、だから大丈夫だって。ああ、仕方ないが、ここに置いていこう。なあエレン、お前巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。それは一体どういうことだ？違う、エレンはハエを叩こうとして。お前には聞いてねえよ。エレン、まだ起きてはいけない。エレン！ミカさん！遅かった。エレン。ミカさん。体は大丈夫？ああ。戻って。